トレド戦争、トレド戦争、ダリド王、または、オハイオイコールミシュガン戦争は、1835年から1836年に起こったアメリカ合衆国オハイオ州と隣接するミシガン準州の間の無欠の境界紛争。この紛争は、1787年から1805年までの間に可決された矛盾する州と連邦の立法行為の様々な、 解釈に由来し、言い換えればそれは、主として五大湖地域のある一定の特徴を持つ状況の乏しい理から生じた。これは、現在トレドストリップとして知られる境界沿いの468平方マイルの細長い地域をめぐる主権を、オハイオとミシガンの両政府が主張した原因となった。1830年代前半にミシガンが修正に向けて進んだ時、 その教会内の係争中の領土が含まれていると見られたが、オハイオの議会代表団は、ミシガンの合衆国への加入を止めることができた。1835年初頭には、どちらの側も、他方の幸福を強いることを意味した法律を可決した。オハイオのロバート・ルーカス知事と、ミシガンの当時24歳の青年知事のスティーブン・スメイソンは、どちらも、 軽装地域の権限を譲ることを嫌がり、彼らは民兵組織を立ち上げ、一方の州当局に従った市民に刑事罰を設けるのを助けた。両方の民兵は、トレド、トリード近くのモーミン側の両側の位置に動員されて退治したが、お互いのけなし合い以外にはほとんど相互の影響はなかった。この戦争の唯一の軍事的対立は、一人の犠牲者も出さずに、 空砲が撃たれたという報告で終了した。1836年12月、極度の財政危機に直面していたミシガン順州、政府はアメリカ合衆国議会とアンドリュー・ジャクソン大統領の圧力のもとに土地を諦め、議会で採択された決議案を受け入れた。その情報の結果、ミシガンはその修正とアッパー半島のおよそ4分の3と、 引き換えにストリップへの主権を諦めた。当時この情報はミシガンにとって乏しい成果と考えられたが、その後アッパー半島で銅と鉄の交渉が発見されたこと、豊富な木材資源はストリップの損失を埋め合わせてあまりあるものとなった。1787年、連合会議は北西部条例を制定し、現在のアメリカ合衆国中西部の北に、 北西部領土を作った。この条例は、領土は最終的に三以上五以下の将来の州に分割されると明確に述べた。これらの三つの州の南北の境界は、ミシガン湖の南にある湾、または南端を通る東西の線と決められた。当時、この南端の正確な位置はまだ不明であった。この時代に最も多く参照された地図のミッチェル地図は、 それをデトロイト川の川口近くの井戸に置いていた。この地図で、ミシガン湖の南端から東西に線を引くと、ペンシルベニアの西のエリー湖の海岸線全体が、将来オハイオになる州に帰属するであろうことを意味していた。オハイオに合衆国の州になる過程を開始する、権限を与えた1802年受験法を議会が、可決した際には、オハイオの北の境界を定義する言葉は、 北西部条例で使用された。それと若干異なった。それによると教会は、ミシガン湖の南端を通る東西の線で、それがエリー湖、もしくはカナダとの領土の境界線と交わるものとするまで東に走る。そこから同様にエリー湖を通って、前日のペンシルベニアの境界までとされた。アメリカ合衆国とカナダの間の領土の境界線は、 エリー湖の中央を通ってデトロイト川を登って走っていた。このため、ミシガン湖の南端の場所に関する広く行き渡った通年と相まって1802年オハイオ州憲法の立案者らは、それはオハイオの北の境界は確かにモーミー川の河口のさらに場合によってはデトロイト川の河口の北にあるものとする議会の意向であると信じた。これによってオハイオは ペンシルベニアの西のエリー湖の海岸線ほとんど、または全てへのアクセスを与えられるだろうし、また北西部領土から分割された他のどの新しい州も、ミシガン湖、ヒューロン湖、スペリオル湖経由で、古代湖地域にアクセスしていただろう。1802年のオハイオ憲法制定会議の間、オハイオの代表団は、ミシガン湖はこれまで信じられていたよりも、つまり、地図にされていたよりも、 はるかに南まで伸びているという毛皮はな漁師からの法を受けたと言われている。したがって、ミシガン湖の南端から東に伸びる東西の線は、モーミー湾の東のどこかのエリー湖と交差し、さらに悪い場合は、全くエリー湖と交差しないかもしれない、能性が出てきた。ミシガン湖の南端が南に降りるほど、おはイオの得る土地は少なくなり、おそらく、 ペンシルベニアの西のエリー湖の海岸線全体すらも得られないかもしれなかった。この不足の事態にあたり、オハイオの代表団はその憲法草案に、もしもミシガン湖の位置についての罠漁師の報告が、真実であるならば、州の境界線はエリー湖と交差するために若干北東に傾くだろう、ことを考慮し、マイアミ湾、モーミー湾の最北の岬で交差するという条項を、含めた。 この条項は、モーミー川の水路の大部分とペンシルベニアの西のエリー湖の南岸すべてが、オハイオの手にいるだろうことを保証した。この規定を含めた憲法草案は合衆国議会に受け入れられたが、しかし1803年2月に、オハイオが連邦に加入する前に、この憲法草案は、議会の委員会に拒否された。委員会の報告では、北の境界を定義した条項が、 未だ解明されていない事実、ミシガン湖の南端の場所に基づいていて、委員は現時点で条項に取り入れる必要はないと考えたと述べられ。1805年に議会がミシガン巡州を創設したときは、その南の境界を定義するのに北西部条例の言葉が用いられ、そのためオハイオの州の憲法のそれとは異なった。この違いにより起こり得る悪影響は、当時は、 完全に見過ごされたが、30年後に発生する紛争の法的な根拠を作り上げた。教会の位置は1800年代前半の間ずっと議論された。ポートオブマイアミ、後のトレドの居住者は、教会の問題を解決するようオハイオ政府に催促した。オハイオリポ府フも、やはり問題を取り上げるよう議会に陳情する決議と要求をたびたび可決した。 1812年、議会は、境界線の公式な測量の要求に同意した。米英戦争のために遅れてしまい、1816年のインディアナの連邦下流の後に、やっと測量の実務が開始された。測量を任された、合衆国測量長官のエドワード・ティフィンは、元ハイオ知事であった。最終的に、北西部条例線だけではなく、1802年の、 オハイオ憲法で記述された境界線も測量するため、ティフィンは測量し、ウィリアム・ハリスを雇用した。それが完了した時、ハリス線は、モーミーカーの加工を完全に、オハイオ内に置いた。測量の結果が公にされた時、ミシガン準州知事のルイス・カスは、それが、議会の同意を得た、北西部条例線に基づいていないことに不満だった。ティフィンへの手紙の中で、 カスは、オハイオに偏った測量は、強者に力を与え、ただ弱者を弱くするだけだと書いた。それに応じて、ミシガンは二度目の測量を、ジョン・エイ・フルトンに委託した。フルトンの測量は、もともとの1787年の北西部条例線に基づき、ミシガン湖からエリー湖まで東方への線を測量した後、オハイオの境界は、モーミー川の河口の南にあることが分かった。 ハリスとフルトンの測量の線の間の地域が現在のドレドストリップとなった。このオハイオ北部とミシガン南部の間のリボンのような土地は幅が5マイルから8マイルでどちらの当局も主権を主張した。オハイオはその主張を譲るのを拒否した間にその後数年間でミシガンは黙ってそこを占領しそのエリア中に地方政府を設置し道路を建設し 税金を徴収した。トレドストリップとして知られる土地は、昔も今も商業的に重要なエリアである。鉄道産業が起こる前に、河川と運河はアメリカ中西部の主要な商業の幹線道であった。ストリップの小さいが重要な部分、現在のトレドとモーミー湾の周辺エリアは、グレートブラックスワンプの範囲内にあり、このエリアは特に春と夏の降雨の後は、 陸路の運送はほとんど不可能に近かった。エリー湖に流れ込むモーミー川は大型の船舶にとって十分なものではなかったが、インディアナのフォートウェインへは容易に行くことができた。当時、一連の運河でミシシッピ川と五大湖をつなげる計画があった。1825年にオハイオ立法府に承認されたそのような運河網の一つが、 オハイオ川への接続とモーミー川を経由したエリー湖へのれを含むマイアミエリー運河であったトレドストリップをめぐる紛争の間、1825年には東海岸のニューヨーク市とご大湖岸のバッファロー島を結ぶエリー運河が完成したちまち交易と移住の主要ルートとなった中西部産のトウモロコシとその他の農作物は かつてのミシシッピ川沿いを行くルートよりも、はるかに低コストで東部の市場に運ぶことができた。さらに、入植者の中西部への移住は、運河の完成の後に激しく増加し、バッファローのブームタウンのような現存する港湾都市が作られた。エリー運河の成功は、他の多くの運河の計画を活気づけた。エリー湖の生誕は、インディアナとイリノイのフロンティアへの最短の陸路を、 提供したため、ボーミー港は即座の重要性と多大な価値のある場所として見られた。デトロイトはエリー湖からデトロイト川を20マイル登ったところにあり、その南にはグレートブラックスワンプの厳しい壁に面した。このため、デトロイトはトレドに比べて、運河や後には道路のような新たな流通の計画にあまり適していなかった。年代と年代の 急激に発展する中西部へのこの観点から、両方の州がトレドストリップの土地を支配することで得るものは大きかった。また、トレド地域の西のストリップは非常に水はけがよく肥沃なロームドで農業に最適の場所であった。この地域は長い間、トウモロコシ、大豆、小麦の1栄冠あたりの産出率が高いことで特徴を付けられている。ミシガンとオハヨのどちらも 戦略的にも、経済的にも重要な港と、裕福な地域となる運命のこの地を望んだ。1820年から1821年、連邦の土地測量隊は、ミシガンの進んだ南側の線と、オハイオの北側のそれの二つの指示で紛争が起こっている地域に到達した。理由は不明であるが、測量長官ティフィンは二つの測量隊に、ハリス線より、むしろ、 北西部条例線、フルトン線で取りまとめるよう要求し、おそらく、オハイオのそれよりも、ミシガンの主張に暗黙支援を課した。こうして、彼らがミシガン巡州の一部とみなした線の北に、マチ村が創設された。1820年代前半までに、発展している地域の人口は、修正への基準を満たす6万人の最小人口の基準点に到達した。しかし、 ミシガンが1833年に州憲法制定会議を開こうとしたとき、未だ議論の絶えないトレドストリップのために議会は要求を却下した。オハイオは、教会はその憲法で確固として設定されたものであり、そのためミシガンの市民は単に侵入者であることを強く主張した。州政府はこの問題でミシガン準州と交渉することを拒否した。 オハイオの議会代表団は、ミシガンの修正の実現を阻むことに活発で、その他の州に、ミシガンに反対票を投じるよう根回しをした。1835年1月、この政治上の行き詰まりに依頼出して、ミシガンの代理の準州知事、スティーブンス・メイソンは、議会のこのような州の憲法を権威づける、受験法の承認への否決にもかかわらず、同年の5月に、 憲法制定会議をを開くことを公表した。1835年2月、オハイオはストリップに軍政府を設ける立法を可決した。トレドが置かれることになる軍は、同年の後半に現職知事、ロバート・ルーカスの名にちなんで名付けられ、これはミシガンとの大きくなっていた緊張をさらに悪化させる動きであった。また、この時期の間にオハイオは州の教会を正式に ハリス戦に設定する以前に否決された教会の法案を復活させる目に議会でのその力を使用しようと試みた。若くて逆上したメイソン知事が率いるミッシュアンはルーカス軍が創設されたちょうど6日後に刑罰法の可決で応じた。この法律はストリップにおいて政治活動を実施するオハイオ住民を刑事犯とみなし1000ドル以下の罰金及び または5年以下の重労働の禁庫刑を課した。領地の最高司令官を務めていたメイソンは、オハイオの侵入者に対する行動をいつでもできる、要準備する指示ともに、ジョーゼフ・ W ・ブラウン准将を州の民兵の司令官に任命した。ルーカスは、自らの民兵のための立法の承認を得て、すぐにストリップ地域に武力を派遣した。すでに、トレド戦争は始まっていた。 当時マサチューセッツ選出の議員であった元合衆国大統領のジョン・クインシー・アダムズはミシガンの主張を支援した。1833年議会がミシガンの会議の要求を否決した時、アダムズは,は議論の中で彼の意見をまとめた。すべての権利がはっきりと一方にあり、すべての力が圧倒的に他方にあるこんな議論は、 私の知っている自分の人生の道筋の中で決してなかった。1835年3月31日、オハイオの民兵の最高司令官であったルーカス知事はジョンベル将軍と他のおよそ600名の完全武装した民兵団と共にトレドの10マイル南西のオハイオ州ペリーズバーに到着した。その後すぐにメイソン知事とブラウン将軍が トレドの街を占拠するべくそれに適した約1000名の武装兵と共に到着し、さらなる境界のマーキングの実施を止めるのと同様に、オハイオのトレド地域への侵攻を食い止めるつもりであった。武力による戦闘を防いで、その結果として起こる政治危機をそらすための必死の試みで、合衆国大統領、アンドリュー・ジャクソンは、司法長官、ベンジャミン・バトラーに、 境界紛争についての彼の彼法的な意見を求めた。当時、オハイオは、連邦内で、政治力を増していて、19名の合衆国会議員と2名の上院議員がいた。対照的に、未だ準州であったミッシュガンは、1名の投票権のない代表者がいるだけだった。オハイオは、大統領選挙において、勝敗の決定的な鍵を握る州で、未熟な民主党にとって、 オハイオの選挙人投票を失うことは破滅的であっただろう。このために、ジャクソンは彼の党の最良の利益はトレドストリップをオハイオの一部とし続けることで役立つ計算した。ジャクソンがバトラーから受け取った答えは予期されないものだった。司法長官は議会が支持しなければ土地はまさしくミ主シガンに属すると主張した。これはジャクソンに戦争の結果に 大いに影響するであろう。行動を取ることを彼に急がせた政治的ジレンマを与えた。1835年4月3日、紛争を仲裁して、両方の政府に妥協案を提示するために、ジャクソンは、ペンシルベニア選出のリチャード・ラッシュと、メリーランド選出のベンジャミン・ハワードの2名の議員を、ワントン、DC からトレドに派遣した。4月7日に示された提案は、 ハリス戦を印に付ける最速量がミシガンによるさらなる中断なしで開始され、そして議会が決定的にこの問題を解決できるまで影響を受ける地域の居住者は彼ら自身の州もしくは準州の政府を選ぶことができることを勧めた。ルーカスはこの提案にしぶしぶ同意し議論に決着がつくことを信じて彼の民兵を解除し始めた。3日後、地域における選挙が オハイオの法律の下で行われた。しかし、メイソンはこの取引を拒否し、彼は起こり得る武力衝突のために準備をし続けた。選挙中、オハイオの職員は、ミシガン当局によって悩ませられ、領域の居住者たちはもし、オハイオの当局に従ったなら、逮捕すると脅された。1835年4月8日、ミシガン準州、モンロー軍の保安官が、 オハイオ支持のベンジャミン・スティックニー少佐の自宅を訪れた。ミシガン支持者とスティックニー家の最初の接触で、保安官は2名のオハイオ住民を、オハイオの選挙で投票したという理由で、刑罰法に基づき逮捕した。選挙の後、ルーカスは施設らの行動は状況を軽減したと信じ、彼はもう一度ハリス戦をマークするべく測量士を派遣した。計画は順調だったが、 1835年4月26日に、現在フィリップス・コーナーズ戦いと呼ばれている大事件が起きた。この時、測量チームが、ブラウン将軍の後、60名の民兵に攻撃された。戦いの名前は、トレド戦争全体を指す、類義語として時々使用される。測量チームは、事件の後に、暗息日の恵みを祝っている間に、 ミシガンの民兵部隊が彼らに撤退を勧告した、トルーカスに手紙を当てた。その次の追撃で、敵から三十発から五十発の銃撃を受けた後に、その地を離れなかった我々のうち九名は、捕虜として捕らえられて、テカムセへと連行されました。攻撃の詳細は真偽を問われている。ミシガンは銃撃はなく、オハイオの集団が撤退していた時に数兆の、 マスケット銃の弾を空中に発射しただけと主張したが、この戦闘は、オハイオ住民とミシガン住民の両方を、さらに激怒させ、両者を全面戦争の寸前の状態に至らせた。ミシガンの民兵が、オハイオ住民に発砲したという申し立てに対応して、1835年6月8日、議論を呼ぶいくつかの法律を可決するため、ルーカスは、オハイオの立法府の特別議会を召集した。 それには、トレドを、ルーカス軍の軍長所在地とする、都市に、一般訴訟裁判所を設立する、地域からのオハイオ市民の強制的な拉致を防止する、立法の実行のために30万ドルの予算を用意する法律含まれた。ミシガンの準州立法府は、民兵への資金として31万5千ドルの予算を割り当てることで、これに応じた。年の月と月。 ミシガンは任政議会、最高裁判所、その他の機能する、州政府が機能する要素を整えて、州憲法を起草した。しかし、議会はまだ、ミシガンの連邦への加入を許しても良い気にはならず、ジャクソン大統領は、境界問題と、戦争が解決されるまでミシガンの修正は拒否すると、断言した。ルーカスは、民兵の数を指揮することを彼の州兵長官。 サミュエル・アンドリュースに命じると1万人の志願兵が戦う用意があると言われた。そのニュースは北に伝わった時に誇張されてすぐ後にミシガンの地元の新聞はストリップに侵入するオハイオの100万の軍に対し彼らを歓迎します。居心地の良い墓場にと完全と立ち向かった。1835年の夏の間ずっと両方の州政府は 相手よりも一枚上手に出る監修を続け、絶えず小衝突と逮捕が発生した。モンロー軍の市民はトレードで逮捕するために民警団に参加した。おはよう支持者らは嫌がらせに怒って違反者を刑事訴追の目標にした。訴訟はただ蔓延しただけではなく、反対側からの報復的な訴訟の原因となった。両側の支持者らは、協会の警備を委任された。 オハイオのウッド軍とミシガンのモンロー軍の保安官の経過をオうスパイの集団を組織した。1835年7月15日、緊張と劇場はついに溢れて、血が流れた。ミシガンのモンロー軍保安官代理のジョーゼフ・ウッドは、ベンジャミン・スティックニー少佐を逮捕するためトレドへ行ったが、スティックニーと彼の3人の息子が抵抗し、家族全員が鎮圧され交流された。 揉み合いの間、少佐の息子トゥースティックニーがウッドをポケットナイフで刺し、南のオハイオへ逃亡した。ウッドの怪我は命に関わるものではなかった。裁判のためトゥースティックニーをミシガンに引き渡す、メイソンの要求をルーカスが拒否したとき、メイソンはジャクソン大統領に手紙で助けを求め、この問題を合衆国最高裁判所に持ち込むことを提案した。しかし紛争の当時、 最高裁判所が州の境界紛争を解決できるということは規定されておず、ジャクソンはその申し出を断った。平和を求めて、再び、オハイオの議会代表団を経由した連邦の介入を通じて、ルーカスは紛争を終わらせる彼自身の努力を始めた。1835年8月、オハイオの議員の強い要請により、ジャクソン大統領はメイソンを ミシガンの巡州知事から解任し、その代理にジョン・ギトル・ジャック・ホーナーを任命した。メイソンは解任される前に1000名のミシガンの民兵部隊にトレドへの侵入して象徴的に重要なオハイオ一般訴訟裁判所の最初の会議を阻止するよう命令した。この考えはミシガン居住者に人気があったが、その努力は失敗した。ハンジーラは深夜の法廷を開き、 おはようの部隊が駐屯していたモーミー川の南へすぐに避難した。メイソンの公認のホーナーは知事として非常に人気がないことがわかり、彼の在職期間はとても短かった。居住者らは彼を嫌っている気持ちを表し、準州政府に就任する彼に野菜を投げつけた。1835年10月の選挙で有権者は憲法草案に賛成し、 人気のあるメイソンを州知事に選出した。同じ選挙では、アイザック・クラリーが、ミシガンの最初の合衆国会議員に選ばれた。しかし、紛争のために、議会は、彼の新任状の受理を拒否し、代わりに選挙で選ばれない代表者として席に座らせた。11月に、州立法府に選ばれた2名の合衆国上院議員、ルーシャス・ライアンとジョン・ノーベルもまた、さらに存在に扱われ、 上院のギャラリーの見物人として席に座ることを許されただけだった。1836年6月15日、ジャクソンはドレドストリップを譲渡した後にのみミシガンを州にすることを許可する法案に署名した。この譲歩と引き換えにミシガンはアッパー半島の西4分の3を与えられることになっていた最東端の部分はすでに州の境界内に含まれていた。 ある部分でそのプライドのために、またある部分では、アッパー半島の偏僻な荒地の見込まれていた無価値さのために、ミシガンのアナーバーで1836年9月に行われた特別議会は、この申し出を拒絶した。時が経つにつれ、ミシガンは民兵の高いコストのために、それ自体が深い財政危機にありほぼ破産に近い状態であることが分かった。政府は、 合衆国財務省の40万ドルの常与金がまさに各州に分配されようとしていたが、しかし、準州政府に対してはないという認識によって行動をせかされることとなった。準州政府のままのミシガンでは、その常与金を受け取る資格はなかった。1836年12月14日のアナーバーデの二度目の会議で、戦争は非公式に終結した。代表団は、 議会によって示された条件を受け入れる決議を可決した。しかし、会議の召集それ、事態に議論がないわけではない。それは、個人的な、呼び出し、陳情、市民集会などの盛り上がりのために初めて生じた。立法府が会議への召集に同意しなかったので、会議は不法であるとある者は言った。結果として、決議は拒否され、多くのミシガン居住者はこれを嘲笑った。 議会は最終的にその解決を受け入れる前に会議の合法性を問題にした。これらの要素のために当時の長く続いた有名なカンパによることもあって、この出来事は後にフロストビティン・キンベンションとして知られるようになった。1837年1月26日、ミシガンはトレドストリップを手に入れられなかったものの合衆国の26番目の州として承認された。 皮肉にも、1836年大統領選挙で、ジャクソン大統領が民主党の同僚マーティンワン、ビューレンの選挙を受け負ったのだが、オハイオ州は、トレド戦争の間に、ジャクソンが、オハイオ住民の支持を得ようと努力したにもかかわらず、ホイック補者のウィリアム・ハリソンに投票した。凍結した会議当時、オハイオ州は、紛争に勝利したように見えた。アッパー半島は、 地域に出入りするほとんどすべての関係者に全く価値のない荒れ地と考えられていた。キーウィーノー半島での道とアッパー半島西部での鉄の発見でこの土地に莫大な鉱物資源が眠っていることが知られるようになった。この発見はその後20世紀まで長く続く工業ブームをもたらした。現在のトレド港の価値はオハイオ州に与えられて、 両方の州が紛争から利益を得たものと無理なく考えることができる。この紛争の唯一の敗者はウィスコンシン州である。紛争当事者でなかったウィスコンシンはミシガン州がトレドストリップを失いさえしなければアッパー半島の豊かな鉱物資源を支柱にできたはずであった。正確な境界の場所についての見解の違いは1915年に 決定的な最測量が行われるまで続いた。最測量の手順は厳密にハリス線をたどるように測量師に普通に要求していたが、しかしこの時、測量師はところどころで線から逸れた。これは居住集を変える対象になる境界近くのある居住者、あるいは境界の両側をまたぐ区画を持つ土地所有者が出る状況を阻止した。1915年の測量は、 幅 30cm、高さ 45cm の71個の花崗岩の標識で線引きされた。完成に際して、2つの州の知事、ミシガンのウッドブリッジネーザンフェリスとオハイオのフランク・ビー・ウィリは、教会で握手をした。元々の北西部条例線の痕跡は、今もオハイオ北西部とインディアナ北部で見ることができる。 オハイオ州の教会の軍部の多くの町村の教会と同様にオハイオ州オタマ郡の北の教会はそれをたどっている。多くの昔の南北に走る道路は教会と交差する地点で消失し、北へ行く目的の交通は東へ方向転換しなければならない。条例線はアメリカ地質調査所の地形図では南、教会ミシガン測量と識別されていて、 ルーカス軍とフルトン軍の条例戦は、オハイオの道路地図に、オールド・ステートライン・ロードと記されている。二十世紀前半に、土地の境界が固く設定されたものの、二つの州はまだ、東のエリーコの境界の軌道に合意していなかった。1973年、二つの州は、彼らの継承するエリーコの水の領有の主張を、最終的に合衆国最高裁判所での審問を、 得ることになった。ミシガン州対オハイオ州の裁判では、法廷は特別補助裁判官の報告を指示し、エリー湖における二つの州の間の境界は、オハイオの州憲法で示されているように、北東に傾いていて、東西にまっすぐ走る線ではないと裁定した。判決の一つの結論は、モーミー湾のすぐ外側にある小さなタートル島で、もともとはミシガンにすべて帰属していたが、 これは二つの州に分けられた。この判決が最後の教会の調停で公式の教会戦をめぐる長年の議論は終わった。現代では両州間の紛争は主にアメリカンフットボールにおけるミシガン大学とオハイオ州立大学の一世紀以上にもわたる対立関係に限定されている。トレド地域では両大学の大勢のファンがやってきてコロンバスと同じ州にありながら アナーバート、地理的に近いことで、ファンは、ほぼ対等に分かれている。It might also be mentioned that India not there, off their own strip of land at Michigan, s expense at about the same time, there is, a state historical marker コメマーティング the event at the location of the former boundary, just south of south bend, India now, there are four. ハドシングスビーンディファレント、サウスベンドノーターデームウッドボースビー、ローケイテッドインミシガン。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。